サッカー協会副会長、池田洋二は、鳥取県出身のサッカー選手、サッカー指導者。中野区立第六中学校、東京都立佐欺宮高等学校、東京学芸大学卒業。中学時は FW、高校時はセンターバック、高校3年時に東京代表となり、関東大会に出場。また、東京都予選の決勝での活躍により、 提供の小沼貞夫監督の目に止まり広瀬竜、加藤吉らと共に国体東京代表となり順当に勝ち上がるが、準決勝で西野郎を擁する埼玉代表に敗れて全国ベスト4。大学時も大学選抜選手。1975年1 9 8 5年国体が鳥取県開催に決定し、出身の鳥取県に戻り、小、中、 高校の体育教師を務める。ガイナーレ鳥取の前身である鳥取教員団で鳥取国体に挑むが惜しくもベスト8。翌年の山梨国体において鳥取代表として全国優勝し雪上区する。鳥取県立うな覇東高等学校監督時代は全国選手権で県政過去最高成績のベスト8進出。坂井高校監督総監督時代には 全国選手権、出場8回、教え子に、丸谷拓也、住田孝彦らがいる。熱血指導が特徴である。2007年には、鳥取県サッカー協会の専務理事に就任し、ガイナーレ鳥取の J リーグ昇格に尽力。翌2008年には、日本サッカー協会理事に就任。2012年まで、SC 鳥取ドリー,イームスに所属していた。また、 ガイナーレトットリホームゲームディスカバーの中継の解説者としても活動している。2018年3月、日本サッカー協会副会長オブザーバー。2018年9月、日本サッカー協会副会長に就任。ありがとうございます。